はい、こんにちは、ビッグボーイです。フォールアウト4を続きやっていきます。脱走した人造人間をね、連れ戻すっていうところからなんだけど、コーサーとね、ニックがいて。これよくよく考えたらさ、ほぼ完璧な見た目人間な人造人間と、ね、あとはオフルな人造人間っていうね、人造人間パーティーになってるけど、レア武器だった。そのコードを言えばね、停止させられるって言うんだけど、これすぐ出口だけど。お、教えてくれ。インスティチュートは真面目で勤勉な連邦のギャングから略奪品を盗むほど資金繰りが厳しい。待て、早速初期化するっていう技があるんだけど。はーい。 B592 初期化して工場出荷状態に戻す。認証コードガンマ71イプシロン。あ、止まった。ウルカ、ここからだったらもっとよく見える。ごめんなさい、喋る間もなく停止させてしまった。はい。いやー、ごめんね。再生済みの人造人間 B592 とともに転送準備が整いました。おお、あ、消えた。一言ぐらい喋らせてやってもよかったな。めちゃくちゃあっけない。ターミナルを見つけないと。マスター。やった。はい、会場。それでいいよ。普通。でもここは何もないね。じゃあファーザーに報告するか。ショーンって呼んでいいものか。はい。子供型の人造人間、すごいとしか言いようがない。もうあの FEV 研究所は自由に出入り可能になっちゃってたけど、ちゃんと閉鎖できてないよ、ファーザー。無事に戻ってきてくれて嬉しい。困難な任務だったことは分かっている。だが、不良人造人間の危うさをその目で見てもらう必要があったのだ。はい。誰の責任かはどうでもいい。とにかく殺人鬼を止めたかった。その通りだな。その現実的な考え方は実に見事。そして重要な問題ではある。インスティチュートが世間に悪党だとみなされれば、危険な勢力が手を組んで我々に牙を剥く可能性もある。その手の思い込みが誤りだと証明できれば、その脅威は小さくなる。だがその件はもう良い。課題は果たされ、人造人間は無事その手によって我々の元へ戻ってきた。これ以上の成果は望めまい。よくやってくれた。留守の間に宿舎を用意させてもらった。基本的な必需品は全て揃っている。武器や装備も大量に用意されている。行ってみてくるといい。きっと気に入るはずだ。マジで？なんかもう有無も言わせずメンバーになってる気がするんだけど。しかもこれはコンピューター？覗くの、ここ自分の部屋ね。一旦降りよう。あなたは？あなたの宿舎はこの中です。はい。ほう、相変わらずなテカテカ具合。こちらでの用が済んだらファーザーがお会いになりたいそうです。
クエスト完了。タバコなんて置いてくれちゃってるし、ザ・バトル・オブ・バンカー・ヒル。このシャワーさ、前も見てすんげえ気になったんだけどさ、狭いよなこれ。めっちゃ狭いと思うんだけど。あ、便器に座っちゃった。で、武器とかがある言うてたけど、そうでもないよ、ファーザー。ベッド、ドレッサー。この辺は別の人の部屋か。はい、どうしよっかな。こんばんは。こんばんは。クエンティはバカ話をやめてくれたらいいのに。ああ、こんにちは父さん。教えてほしい。誰かに自分のものを盗まれたとしたらどういった対応をするのか。父さんって初めて呼ばれた？お前を見つけ出すのにあれだけ骨を折ったんだぞ。答えはもう分かってるだろう。悪かった父さん。もちろんその通りだ。レールロードと名乗る集団がこの数ヶ月の間に行方が分からなくなっていたインスティチュートの人造人間数体を入手している。彼らは間違いなくこの人造人間たちの解放を目論んでいる。人造人間に感覚が備わっていると思い込んでいるのだ。あなたはレールロードとは付き合いがあったな。つまり彼らの誤解に基づいた心情については理解しているだろう。レールロードね、敵対化状態なんですよ。彼らは善意でやっている。正しいと思うことをしているだけなんだ。リベルタリアの件を対処してもらったな。あれが彼らの身勝手で近視眼的な考えの行き着く先だ。普段の彼らは大した害でもないが、近頃は以前より大胆さを増している。そろそろこちらも対応せざるを得ないところまで来てしまったようだ。この人造人間たちの現在位置はすでに把握している。そしてレールロードが彼らを隠すより先に彼らを取り戻さねばならない。場所は？人造人間たちの居場所は旧バンカーヒル記念塔にある小さな居留地だ。だがこの件は早急に取り掛かることが重要だ。彼らの居場所を探知したことをレールロードに気づかれる前に BOS に人造人間の存在を嗅ぎつけられることも望ましくない。そうなれば事態がややこしくなるだけだ。ああ、BOS の協力でここに来てるんだけどね。はい。すぐ取り掛かる。任せてくれ。バンカーヒルのすぐ外で仲介者が待っているはずだ。幸運を祈る。仲介者？わあ、BOS に知らせるってオプションがある。どうしようかな。あ、コーサーが待ってんのね。どうしよう。確かにね、研究所を見て、ケロクじゃねえや、バージルのさ、ああいう人体実験がされてたっていうのは分かってるけどね、 BOS とかに知らせたらそれこそドンパチ起こるからな。どうしよう。ここは知らせずやってくか。だってね、ファーハーバーの時だってね、 BOS に知らせたからね、と倒しに行くぞってなっちゃったし、結局ね、戦おうとしちゃうんだよね BOS の人たち。知らせず行ってみよう。ほいほい、出待ち安定かな。からだと近いね。
ーヒール。欠けた魅力を強欲でバンカーヒール。お。欠けた魅力を強欲で補う。成功するのも不思議ではない。ここだ。あ、別のコースだ。X4。お待ちしていました。それでこちらの状況は。それでこちらの状況は。説明は受けていると思いますが、標的は中にいます。レールロードに保護されている人造人間4体です。居留地住民の大半は無関係で、安全な場所に逃げ出すことが予想されます。任務の目的が変わりました。銃を撃ちながら入ります。援護の転送を願います。敵の生命体と戸籍。おお、向こうの方にね、敵さんがね、レールロードとはもう敵対化してるからもう知らない。ただ BOS もいるのはちょっと厄介なんだけど、すごいコピー人造人間なんてなんか呼び出してる。待って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 、戦ってる、 BOS と戦ってる。バンカーヒル、鍵でのみ開く。鍵？アーマーコートか。鍵だと。これ頑張ったらどっかよじ登って入れそうだけど。てかたくさん人造人間湧いてる。おお、待って、 BOS と戦ってるんだけど、やめてあげて。これは開けられない。別の場所で解除する必要がありますか。これさ、ここうまく乗れれば。入れるよ。入れた。いて。なんか強い武器持ってんぞ。いや、ここ開けよう。これは開けられない。後ろ側からも開けられないんだ。レールロード柔らかい。レールロードと敵対化していなければ、これはまだ話術を駆使して中に入ったかもしれないのに。で、この中入ればいいのか。外騒がしいから早いとこ入っちゃいたいと思ったら、こっちに入り口があったんだね。いや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 、ごめんなさい、住んでる人たち。さあ内部入ろう。というかもうレールロードが先にいるわけだ、ここ。いや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 、なんだ、 BOS がいるぞ。これミニニュークで吹っ飛ばそうと思ったけど、そういうわけにはいかないな。ちょっとグレが来てるよ。いや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 、すごいすごいすごい。レールロードを倒しちゃおう。当たんねえ。レールロード、相手がパラディン倒れてるし。でもフュージョンコアは回収しちゃうよ。
なんかいい武器。過激な会話。まだ BOS とは敵対化してないね。大丈夫だね。いててて、めっちゃ倒れてるけど。まだ向こうにいんのか。過激な会話。ちょ、取れない取れない。全滅。全滅っぽい。ちょっとその前に BOS さんの遺品をまだあったはずだから回収しちゃいたい。人造人間も倒れちゃってるし。そんなにいなかったのか BOS は。フュージョンコアが2個手に入ったのはうまうま。最近パワーアーマーもあんま着てないな。さて始末する。探したぞ。金なら持っています。見逃してくれたら差し上げます。リセットしてやればいいんじゃない。 F633 リセットを開始する。認証コードデルタ62アーカス停止。分かったよ人造人間。お願いです。なぜ帰りたくないんだ。なぜ帰りたくないんだ。わかりません。自分の人生が欲しかったのかも。人造人間に自我が芽生えてきてるってこと。 Z322 リセットを開始する。認証コードガンマ49タイフーン。動くな。お願いです。やめてください。インスティチュートの何がそんなに悪いんだ。ただもう耐えられなくて。まあ、ごめんなさいね。 Y915 リセットを開始する。認証コードベータ77テンペスト。そこの人造人間。お願い、やめて、やめて。なぜそんなに怯えてる。帰りたくない。お願いだから帰らせないで。ごめんなさい。 B257 リセットを開始する。認証コードシータ93ストレイタス。これで全員です。目的は達成されました。町へ戻り、敵が全て排除されたか確認してください。人造人間は私がインスティチュートに転送します。戻り次第ファーザーの元に出頭してください。それと、お疲れ様でした。おお。OK。で、CIT 廃墟でファーザーと話すって出たね。インスティチュートから出てきてんのファーザー。出ないと。廃墟にやってきた。なんか向こう明るいな。ファーザーは中か。こんなところ前あったっけ。おい、待て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 、なんでスーパーミュータントいるの。
あ、痛い。じゃねえよ。おお。これ上って向こうか。あれ、これ以上上に行けない。どっからこれもっと上に行けるんだろう。この階段か。あ、出れる。出てきた。ファーザーいた。ポツンと。あ、綺麗ですな、空が。私は人生で一度もインスティチュートの外に出たことがない。彼らにここに連れてこられた日からただの一度もだ。出る理由がなかった。だが今、これでずっと前から分かっていたことが事実だと確かに言える。連邦は死んだのだ。ここに未来はない。人類の唯一の希望は地下にある。え、じゃあどうしてここへ出てきた？じゃあどうしてここへ出てきた？物事を総合的に判断するためだ。ここに立っていると、この荒れ地で命を拾ったことがどれだけの幸運だったのかを気づかされる。そちらから見ればボルトから誘拐されたのかもしれないが、実際にはインスティチュートは私を救ったのだ。実際には私たち二人をな。ケロックには予備と呼ばれてたよ。ちょ、気になる選択肢が結構あるんだけど。ケロックには予備と呼ばれたよ。彼が？いや、彼は正しいことを言っている。私は候補者として完璧だった。 DNA に欠損のない赤ん坊。しかし、もし何かがうまくいかなかったり、もし私が死んだりしたら、インスティチュートは緊急時対応策を準備するのが賢明だと気づいた。戦前の DNA の供給源をもう一つ、できれば第一の被験者の近親者が望ましい。私の親がその役目を果たすべきだというのは実に理にかなっている。だからあなたはボルトの中で安全な状態で生かされていたのだ。正直言って、あなたをボルト111から出した時、あなたが外でこんな場所で生き延びられるとは思っていなかった。生き延びるだけではなく、どうにか私を見つけ出しインスティチュート本体に潜入するとは並大抵のことではない。じゃあお前か。俺を外に出したのは。ああ、私の決断だ。もちろんあなたを再冷凍する必要はもうなかった。さらに、その何が起こるかを見てみたかったのかもしれない。ある種の実験だ。こっちはあなたがどんな男性か見当もつかなかったのだ。連邦は他の全てと同じようにあなたを汚染するのだろうか。そもそもあなたは生き延びられるのだろうか。おそらく一番知りたかったことは、あなたがこれだけの時を経てもなお自分を探そうとするかどうかだった。答えはもう知っているが。ってことは、再冷凍された時点で赤ん坊がね、ケロックにさらわれて、再冷凍されて自分が目覚めた時点でもうショーンはおじさんで、ショーンの命令で出されたっていうことなの？
ショーン、分かってくれ。俺は今もお前を愛してる。本当だと分かっている。いや、驚くべきことだが、バンカーヒルで成功を収めればもっと素晴らしいものがやってくるだろう。人造人間たちは無事に戻り転用される予定だ。ご苦労だった。あまり危険を冒さずに済んだことを願おう。転用される？人造人間が転用される？どういう意味だ？プログラムの欠陥を修正するため改良が加えられ、インスティチュート内で新たな職務を与えられる。これが初めてでも最後でもない。もちろんレールロードは引き続き悩みの種ではあるが、必要に応じて対処はしていくつもりだ。あなたに関しては彼らの言う通り試験は合格だ。よくやってくれた。私からの感謝の気持ちとしてこれを受け取ってほしい。実際のところは我々の感謝の気持ちだ。インスティチュートの将来により深く関わってもらう時が来た。中で会おう。理事会が会議を開いているが、同席してもらいたい。待っている。もう十分見た。そろそろ中へ戻ろう。おお、びっくりすんな、いちいち。理事会ね。まさかのね、主人公、息子を探してると思ったら、息子に出されてたっていうね。実験として使われてたっていうね。で、それでも愛しているっていう、ちょっと親バカ加減がちょっと出ちゃったけど。理事会。というわけで、これからどうなるんでしょうな。自分の選択次第でまだエンディングが分岐するんだと思うけど。それじゃあ今回はこんなところで。はい、ご視聴ありがとうございました。